城の戦いは織田軍の圧勝に終わった。鉄砲で敵を殲滅する信長のやり方は東国の大名を畏怖させるのに十分であった。次なる標的を西に定めた織田軍は紀伊の傭兵集団西下衆と毛利家の待つ木津川口へと兵を進める。驚くべきことに毛利家の棟梁は数年前に死んだとされる元就であった。光秀はこの強敵に対抗すべく旧知であり信長の盟友でもあった四国の長宗我部元親に援助を要請、友と共に希代の謀将に立ち向かう。太平をなせるのはあのお方だけ。私はついてまいります。第2話木津川口の戦い、あのお方のために。土佐の長宗我部家の援軍です。これで毛利家と対することができます。いかがした？いえ、ただ嫌な香りがする。元親殿、縁路かたじけない。どうということはない。光秀、あんたの頼みだ。来てくれると信じていました。どうした光秀。どうということはない。足が後ろに濡れるだけだ。古き時代にとどまらんとする者は生かすも無かと全てを壊し尽くす。あれが噂の新型ゲーセン言って感心してても勝てないか。守りを固めろ。我らは東国の前線部隊を崩します。さて始めるぞ。最下衆の力を見せてやれ。攻撃開始。もう戦ができない。わしは無理だ。信長様、わしは兵糧を確保してまいります。下がれ。秀吉に早くも引かれました。あんたは秀吉とかいう男のように逃げないのか。私信長様のなさることが正しいと信じています。ならば俺が見届けよう。信長の意志と光秀の覚悟を。状況を見定め、勝機はある。毛利の進軍は止まるだろ。足をかけろ。あの鉄線は化け物だ。降伏図から助けてくれ。降伏してくれました。無駄足を流せます。甘いのだが、甘いがゆえに光秀が生きる意味がある。
ち果たしました。この剣は道を切り開く。敵将、撃ち果たしました。4機、さらに破裂に攻めよ。ここまで来りゃ安心だ。世話になりやした。今々しきはかのごとき者、行きたくば何故あらがわぬ。カズマス、ことごとく打ち取れ。行くぞ、討ち死に。信長様、それはあまりに無語い。これが己が世界を気づかんとする者の上級。こたびの戦、信長様のなさりようあまりに苛烈。しかし信長様を信じなきゃ。最下魔王一を切る。橋をかけろ。毛利機関を潰せ。抗う者は鍋切りにせよ。橋をかけろ。信長様をお守りせねば。全門聖書、攻撃開始。敵将、討ち取りました。そうだ、俺たちは誠実に進むしかない。敵将、打ち果たしました。まだ全然足りないわ。乱世など切って捨てる。敵将、討ち果たしました。そうだ、俺たちは誠実に進むしかない。降伏した民兵まで葬る。貴様らそこの人間かよ。俺の乱世を終わらせるため。私が
信長が許さねえ。必ず償わせてやる。これらしくの状況に私も出ないわけにはいかない。橋を架けろ。行くぞ。混沌の渦に沈め、守りを固めろ。信長様は何を守ります。待ちなさい、ランバル。相手が悪い。私も参ります。この上は信長公を討ち取るほか勝つ手立てはない。橋を架けろ。守りを固めろ。足りぬ、まだ足りぬぞ。毛利を根絶やしにせよ。やれやれ、信長公の際は歴史上類を見ないものだよ。あれぞ英雄。だが一個の英雄の家族を破壊。やはり私は従うわけにはいかない。信長様に歯向かう者を私が切り捨てます。迷いを含む足筋、風を切れるか。まだ終わらぬぞ。ウヌの手で毛利元就をほふれ。進め。敵将打ち果たしました。この剣は私の切り開く。我を知らず己を知らせれば必ず危ういか。敵将討ち取りました。よし、さらに苛烈に攻める撃ち取りました。敵将撃ち取りました。進め。敵将撃ち取りました。
降は君の理想を実現してくれそうかい？どういう意味です？私は信長様を信じています。私も信長公を知らない。戦の日を実現、天下の信長様だ。切り切ろより逃れられるものなし。故に死を恐れ先を急がねばならぬ。光秀、とどまることは許さぬ。進め。負ける要素はありませんでした。